皆さんこんにちは、証券ママです。今日は冷凍焼きおにぎりシリーズ第3弾ということで、豚そぼろ焼肉味を作ります。豚ひき肉も炒めないで、焼肉のタレと一緒にお釜に入れてスイッチオンで簡単にできるので、ぜひ最後までご覧になって作ってみてください。とっても美味しいです。それでは材料です。まずお米が3合、これはよく研いでザルにあげておいてください。それから豚のひき肉が 240g、 それから生姜ですね、これが1かけ、少し今日は大きめのね生姜を用意してください。生姜を1かけ。それから調味料の方です。今日は焼肉のタレを使っていきます。今日はエバラ黄金の味の、これ中辛ですね。このねタレとっても美味しくて人気なので、今日はこれを使っていきます。なるべくならねこのタレでやってください。それからお醤油が大さじ1、お酒も大さじ1、それから焼く時のごま油ですね。材料は以上です。はい、じゃあね、生姜はね、これね、みじん切りにします。なるべくね、生の生姜を使ってください。お肉のね、生臭みをね、消すのでね、必ずね、生姜は入れてください。どうしてもない場合はね、チューブの生姜でもいいですが、なるべくなら生の生姜を使ってくださいね。これをね、みじん切りにします。はい、生姜はねこのようにね、なるべく細かいみじん切りにしてください。あとはねお釜に全部入れて炊いていくだけです。まずねお米を入れます。よくね洗って研いで水気を切ったお米3合をお釜に入れます。はい、ここでね注意したいのは、必ずお水を入れる前に調味料を入れてください。まずエバラ黄金の味ですね。これを大さじ6入れます。それからお酒を大さじ1入れます。はい。それからお醤油も大さじ1入れます。はい、はい、そしたらですね、お水を3合のね、白米を炊く時の3合の目盛りより少し少なめまで入れてください。お肉とかね入るとちょっと水分が出るので、お水は3合の目盛りより少なめに入れてください。はい、そしたらね、軽くここでね調味料を混ぜますね。はい、そしたらねちょっとお米をねこれならして、はい、この上にね具材を入れていきます。まず豚のひき肉を 240g 入れます。ちょっとね平らにしますね、お肉をね。そしたら生姜ね1かけ分もこの上にねのせます。この生姜はね結構ね多めに入れても、お子さんでもね炊き込んでしまうのでね、辛くなくなるので大丈夫です。はい、このようにね、お肉と生姜をね、入れました。これね、お米とね、絶対にね、具材を混ぜないでください。お肉とね、生姜はね、ご飯のお米の上に乗せてくださいね。そしたら炊飯器に入れます。はい、そしたらね、これ普通にね、白米を炊くね、モードで炊いていくんですが、これね、急速の白米を炊くモードがありますよね。これ早炊きで炊いてもね、とっても美味しくできたので、今日はね急いでる方はね早炊きで炊いてください。それでも大丈夫です。じゃあ炊いていきます。はい、
それでは炊けました。5分ほどね蒸らしました。じゃあちょっと見てみますね。はい、美味しそうに炊けてます。じゃあねこれを混ぜますね。ほらねちょっとお肉からね水分がね出るのでお水を少なめにねしておいてよかったです。これをね混ぜます。下の方はねおこげができて美味しそうです。はい、じゃあねこのようにねご飯とお肉をねよくね混ぜました。ちょっと味見してみますね。うん、これだけでも美味しいです。はい、そしたらねよくね混ぜたらねこのままでいいです。おにぎりにするときにはちょっと熱いのでねラップでね握ってもいいですが、私はね今日こういったね型を使っていきます。この型ね前にも紹介したんですが100均で買った型なんですよ。これね本当にねくっつかなくてとてもやりやすいです。ない方はね手で握ってください。じゃあねこれに詰めてねおにぎりを作っていきます。これちょっとちっちゃめなんですけれども、これでだいたいね3号で9個から10個できます。これねご飯を詰めてこの蓋をしてねこれピュッと押すんですよ。こうやってそうするとこんな感じでね、おにぎりができます。はい、それではね、3号でね、型で10個できました。ね、それでこれでね、このままだとちょっと柔らかいので、もう一回ね、ちょっと手でね、軽くね、固く握り直します。手でやるときにはね、最初からちょっと固めに握ってください。じゃあね、もう一度ね、固く握り直しますね。どうしてもね焼きおにぎりはね焼くとね崩れやすいのでちょっとね固めに握ってくださいね。はい、こんな感じでね手でねもう一度ねちょっと固く握り直しました。はい、それではね焼いていきますね。なるべくね大きいフライパンの方がね少ない回数で済むのでね、今日大きいフライパンで5個ずつ2回焼いていこうと思います。まずねごま油を小さじ2フライパンに入れます。はい、じゃあ火をつけます。はい、そしたらね焼きおにぎりをね焼きおにぎりというかおにぎりを入れていきます。これね、大きめのフライパンでね、おにぎり同士がくっつかないように、なるべくね、大きめのフライパンでやってください。これね、くっつくとね、ご飯がくっついちゃうのでね、こうやって離してね。火は弱火の強火から中火ぐらいで、あまり強火でね、焼かないようにお願いします。これでね、焦げ目がついたらひっくり返して、側面も焼いていきます。だいたい2分から3分くらいでしょうかね。片面ね。はい、2分ほど経過したのでちょっと見てみますね、裏面をね。あ、このぐらいでもういいでしょうかね。じゃあね、ひっくり返して裏側も焼きます。2、3分でしょうかね。今2分30秒くらい焼きました。じゃあねまた同じように焼いていきます。はい、ちょっとね裏も見てみますね。はい、裏もこんな感じで焼けたので、ここでね私はこの側面、これ全部側面も焼いていきます。どうしてもね崩れやすくて冷凍するのでね、側面もねこうやってねフライパンのね端にこうやって立ててね、側面も全部これ軽く焼いていきますよ。
はい、こんな感じでね、側面も全部焼けたと思います。そしたらね、2回目を焼いていきます。もうちょっとね、焦げ目がつけたかったらもうちょっとね、これ焼いてくださいね。じゃあ私はね、これ1回目はこれで火を消してあげていきます。はい、こんな感じです。じゃあ2回目も同じように焼いていきますね。はい、こんな感じでね、2回目もね、焼けました。はい、もうこんな感じでいいと思います。じゃあね、火を止めます。じゃあね、これもね、バットにあげてしまいますね。はい、これでね、全部焼き上がりました。はい、これで10個ね、全部焼き上がったので、このままね、温かいうちに食べてもいいですし、今日はね、冷凍用に作ったのでね、これ冷めたらラップに包んで冷凍していきます。じゃあね、少し冷めるまで待ちます。はい、それではね、冷めたのでね、これをね、ラップに包んでね、冷凍していきますね。はい、このようにね、ラップに包んだらね、さらにね、こういった密閉袋にね、入れて冷凍すると、だいたいね、1ヶ月くらいね、大丈夫ので、ぜひね、これ作ってね、お弁当とかお夜食とかにね、食べてみてください。冷凍したね、この焼きおにぎりを解凍するときはですね、だいたい600ワットの電子レンジで1分10秒から1分30秒くらいね、チンしてください。そうするとね、美味しいまた温かい焼きおにぎりが食べられるのでね、ぜひやってみてください。それからね、普通のお醤油の焼きおにぎりとお味噌の焼きおにぎり、それから冷凍できるライスバーガーの方もね、作っているのでね、そちらと合わせてね、ぜひこちらもね、作ってみてください。これも本当にとっても美味しいです。はい、それではね、こちらはね、冷凍しますけれどもね、作りたてもね、美味しいので、じゃあ作りたての方をね、一つ試食してみたいと思います。はい、じゃあちょっと割ってみますね。はい、こんな感じでお肉もね、結構入っています。はい、じゃあいただきます。うん、生姜がね、効いていてね、とっても美味しいです。このね、焼肉のタレはエバラ黄金のタレの中辛なんですけれども、とっても美味しいです。結構一番人気のある焼肉のタレじゃないでしょうかね。もしね、なるべくならこのタレで作ってほしいんですけれども、なければね、他のタレでも構いませんが、ただお味の方が濃いものとか薄いものとかね、甘いものとかあるので、まあ分量的にはだいたい同じぐらいでいいと思いますがね、調節してみてください。ほんと生姜もね、結構多めにね、入れたんですけれども、辛くないのでね、お子さんにもこれで大丈夫と思います。うん、とっても美味しいです。お弁当とかお夜食とかね、忙しい時にチンして食べるのにとっても便利なので、多めに作ってね、ぜひね、冷凍して食べてみてください。皆さん、ご視聴ありがとうございました。醤油味、味噌味もとっても美味しいんですが、こちらのひき肉と焼肉のタレを使った冷凍焼きおにぎりもとっても簡単で美味しいので、ぜひ作ってみてください。それでは皆様、お元気で、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。またね。証券ママでした。